アマラーク王国へようこそ。事情はイルシウム卿より伺っています。先日は大変失礼いたしました。イルシウム卿でしたら城にいらっしゃるはずです。場所は出た、フーラズーラが出たぞ。何、魔物？ジーク！待って、行ってはダメです。奴はフーラズーラは。なんだと？ならばこれはどうだ？何なんだこいつは。この俺の拳が全く効かないだと。待て、食うなら俺を食え。おい、何を言っている。食えってまさか。クーラズーラに普通の攻撃は効かない。しかし一人か二人人間を食えば満足して姿を消すんだ。さあ俺を食え。罪なき民に代わりこの命喜んで捧げよう。おい、ふざけるな。俺は頼んでないぞ。怖いものか、怖いものか。アマラークに栄光あれ。いや、イルシウム。すまん、遅くなった。ジー君、よかった無事で。兵士さんも。あの化け物は一体何なんだ。俺の拳は効かなかったのに、なぜお前の攻撃は通用する。それはこの槍、国僧クバーラとの力だ。国僧はフーラズーラに効く、この世で唯一無二の武器なのだ。イルシウム卿はこの国で並ぶものなき戦士、故に王から国宝である国僧を与えられているのだ。ただしフーラズーラは倒したところでいくらでも湧いて出て、突如音もなく街中に現れては人間を食う。この国は遥か祖先の代からフーラズーラの脅威に悩まされているのだ。そんな恐ろしいものが存在するなんて。この国は危険だ。故郷へ戻るなら止めはしない。しかしもしまだお前たちがこの国の調査を望むなら、王に紹介してやろう。アマラーク城へ来るといい。この俺が手も足も出ないだと。あの修行の日々は無意味だったというのか。行くよね、アマラーク城。当然だ。ええ、行きましょう、隊長。
では町に出現したフーラズーラはイルシウム卿が撃退し、犠牲者は出ていないのだな。はっ。フーラズーラに食われかけた私を駆けつけた卿が救ってくださいました。あ、しかしながらリズク王、イルシウム卿には感謝しておりますが、私は死など恐れておりません。アマラークのために命捧げるは誇り。先に旅立った同胞や祖先も喜んで我が魂を迎え入れるでしょう。うむ、そなたらの覚悟こそアマラークの至宝である。王よ、彼らが宣告ご報告申し上げた者たちです。ようこそ、遥か異国からの客人よ。我が名はリズク、このアマラークの王である。しかし客人よ、そなたらも見たであろう、フーラズーラという正体不明の恐怖を。一刻も早くこの国を去った方がいい。悪いが、そのつもりはない。奴をこの手でぶちのめすまでは帰れん。隊長、この国には調査のために来たけど、困っている人を見殺しにはできないわ。陛下、この国の窮状を見たからこそ帰るわけには参りません。ジーガンフの言うようにフーラズーラを倒せるかは分かりませんが、アマラークを救うため協力させていただけませんか。異国からの客人よ、そなたらの申し出に心から感謝する。滞在中はこの城の客間を自由に使うといい。客間は1階にある。まずはそこで休まれるといいだろう。ありがとうございます、陛下。さあ隊長、お言葉に甘えて客間に行きましょう。
Thank you.
礼する。イルシーム教と国王陛下、一体どうされたのですか？リズクが改めてお前たちに挨拶したいというのでな。ごきげんよう、客人よ。この部屋の居心地はいかがですか？不便があれば城の者にお申し付けください。なんか王様、玉座の間で会った時と雰囲気違うね。イルシームさんも王様のこと呼び捨てにしてるし。俺は戦王リズクの親の代から仕えていてな、こいつのことは赤ん坊の頃から見てきた。おしめを変えてやったこともある。彼の言う通り、イルシームは私の兄のような方なんです。城の者の前では王と臣下として接していますけどね。イルシームからあなた方は信頼できる人物だと聞き、一人の男としてお礼を言いに来ました。隊長さん、縁もゆかりもないこの国と民のため力を貸してくださること、本当にありがとうございます。ですが一つだけ約束してください。この国のために無理はしないと、決して命を捧げたりはしないと。お前たちも見ただろう、この国の兵士は死を厭わない、むしろ美徳とさえ思っている。国葬以外の攻撃を受け付けないフーラズーラという天敵を抱え続け、長い年月の中で兵たちの意識は変わりました。国葬を持たぬ一般の兵士たちにできるのは、民の身代わりとなって奴らに食われること、つまり死こそが誇りであると。王として彼らの献身はありがたい、むしろそう思うように過去の王たちが仕向けたのかもしれません。ですが私自身は誰も死なせたくない。自ら命を投げ打つことが誇りだなど、そんな話があってなるものか。王様ですから、先ほども言いましたが、あなた方は決して無理をしないでください。けれど不思議ですね、隊長さん、あなたなら私たちを救ってくれるのではと、なぜかそう思ってしまうのです。ええ、私の自慢のいとこですから。あ、そうだわ、私たち国葬と同じものレプリカを作れないかって話していたところだったんです。私たちの仲間にとても優秀な学者がいます。彼は今レストリア平野の先にいて、彼に国葬を見せていただけないでしょうか。なるほど、国葬の複製はアマラークの歴史上何度も試され成功したことはないが、異国の知識と技術なら可能かもしれんな。国葬をお見せすること自体は構いませんが、この国から持ち出すことは許可できません。フーラズーラの襲撃があると困りますから。申し訳ありませんが、その学者の方をこの国に連れてきてくださいませんか。あ、確かにおっしゃる通りです。わかりました、仲間を連れてくることにしますね。すまんが頼む。では俺たちもそろそろ失礼するとしよう。よし、それじゃあ私たちはドゥラ君を迎えに始まりの地へゴーゴー。
Thank you.
お疲れ様、隊長。私たちもサンプルを集め終わっているわ。アマラークでドゥラさんを待ちましょう。あれは。大した腕だな。お前ほどの部の持ち主はアストルティア。俺たちの住む地にもそういない。イルシームさんはほとんど休まずにフーラズーラの襲撃に備えてるって聞いたよ。お酒も一切飲まないって。お前たちが思うほど禁欲的な生活をしているわけでもないさ。酒はやらんが、甘味の類は大好物だしな。けれど今だって槍の鍛錬をされていたのでしょ。この国やリズク王を守るために。ああ、第四ある戦王に報いねばならんからな。最近この辺りに出没する少年山賊というのはお前だね。シュタール山賊団の一味なのかい？お前、名は？ガキ。ガキ？それは名前じゃないだろ。でも他の連中は俺のことをそう呼ぶ、昔から。そうか。腹が減っているだろう。私と一緒においで、飯を食わせてやる。なんで？子は国の宝。お前は国の長たる私の宝だから。国？長？さあ行こう。アマラークに戻ったらお前の名を考えねばならないな。まあ、まずは風呂に入ってもらおうかな。女王は俺に名をくれた、教育をくれた、兵士という役目を、生きる場所をくれた。リズクが生まれると兄になってくれとも。素敵な方。でも私たちは聖王陛下をお見かけしたことがありません。まさか、女王はフーラズーラに食われた。リズクをかばって、幼いリズクの目の前で。当時は上級士官以上の兵士が持ち回りで国葬を持って巡回を行っていた。一兵卒に過ぎなかった俺は城で訓練中だった。だからイルシームさんは国一番の戦士になったんだね。国葬でリズクさんを守るために。まあ、リズクには自分や城より町を中心に警備しろと命じられているがな。つまりイルシームの部は守るための部ということか。俺の部は常に俺自身のための部だ。あ、そうだ、イルシームさん、これから私たちの仲間の学者さんがアマラーク城に来る予定なの。国葬を見せたいから、イルシームさんも一緒に来てくれる？承知した。では城へ行こう。
皆さんに集めてもらったサンプルを検証した結果、鉱石や植物、水などはアストルティアのものとそう変わりません。例えば鉄鉱石などはアストルティアのそれと完全に成分が一致しました。しかし黒層は全く未知の物質で構成されており、現時点での複製は難しいと言わざるを得ません。さてどうしたものか。黒層が遠方で作成された可能性も考えられる。別の地方でもサンプルを採取するか。無駄だよ。ほう、そこまで断言するなら何か対案を聞かせてもらえ。おや、見慣れぬ顔だな。この子供は一体。こんにちは、私はメレアーデ。あなたのお名前は？ラキ。ラキ、素敵な名前ね。ラキはどうしてお城にいるの？お母さんはどこ？ラキに母はいない。いるのは父様と姉様。そう、お姉さんがいるのね。実は私にも弟がいるのよ。お前たちが国葬と呼ぶそれは、ラキの父様が作った。でも国葬って建国前から、少なくとも300年前にはお城にあったんでしょ？ラキ、国葬について詳しく知りたい。お前の父様と話をさせてもらえないか。父様には会えない。代わりに知っていることを教える。国葬はフーラズーラに聞くけれど、国葬が聞いているわけではない。ごめんなさいラッキー、私には少し難しいわ。ハディン採石場の奥、そこで全部教える。入れるようにしておくから、来て。ハディン採石場とは？スタール荒野にある大昔に閉鎖された採石場だ。フーラズーラが大量に出現して、甚大な被害が出たらしい。スタール荒野。私たちそこ知ってるかも。四角い岩で塞がれてる場所じゃない？その通り。誤って人が立ち入らないように入り口を封鎖してあるのだ。ラキオ、入れるようにするなどというが、そう簡単には。ラキ、どこに行ってしまったの？なんとも得体の知れない子供だ。奴の言うことを信じるつもりか？正直信じていいかはわからない。でもあの子を放ってはおけないわ。私はハディン採石場に行ってみたい。俺からも頼む。様子を見てきてくれ。国葬やフーラズーラについて何かわかるなら、一縷の望みにもかけたい。わかった、ハディン採石場へ行くぞ。私は始まりの地に戻ります。隊長たちもお気をつけて。Thank you.
ズーラが出ませんように。もし出たら俺が引きつける隙に逃げろ。ラッキー、なぜあなたはこんな場所に。用心しろ、メレアーデ。入り口の岩を砕いたのがそいつだってことを忘れるなよ。だってそうしないとお前たちが採石場に入れないから。ええ、助かったわ。ありがとう、ラキ。まったく。で、わざわざこんな場所まで呼び出して、お前は俺たちに何を教えてくれると？ラキは知ってる。フーラズーラは国葬自体に弱いわけじゃない。
奴らを傷つけるために本当に必要なのは創生の力。創生の力って確かポルテちゃんが言っていた万物に宿る生命のエネルギーのことよね。そのはずだけど、創生の力があればあの化け物をやっつけられるってどういうこと？ラキは事実を言っているだけ。国僧がフーラズーラに聞くのはあの槍が強い創生の力を有しているから。国僧じゃなくても創生の力が宿る攻撃ならフーラズーラを倒せる。創生の力が宿る攻撃？万物に宿るエネルギーか。確かにある流派の武術にも似たような教えはあるがな。創生の力、生命のエネルギー、武術でいう気のようなもの。もしや気を集中させた攻撃ならばフーラズーラを倒せるのか？そう、お前ならわかると思っていた。そうか。創生の力を宿す攻撃、掴んだ。これでフーラズーラを倒せる。また出たわ。いいか隊長、こいつはお前が倒せ。気を集中させるんだ。そうすれば攻撃がフーラズーラに通用する。本来これを会得するには修行が必要だが、お前なら今この場で掴めるはずだ。深く呼吸をしろ。気の巡りを感じるんだ。全身にまとうんだ。ランガーを脱ぐ。叩き込んでやる。
ぶ。叩き込んでやる。やったな隊長、これからはお前もフーラズーラを倒せるようになったはずだ。よかった、守ってくれてありがとう二人とも。もういい？あ、そうね、ごめんなさい。フーラズーラ、今はそう呼ばれているあいつらは城に住み着いた人間たちを食べてきた。住み着いてすぐには全部食べない、少しずつ食べる。奴らが命をつなぐ分だけ。城を中心に町が栄えるのを待って、人間がいっぱいになったら一気に食らい尽くす。大昔からずっとそれを繰り返している。そんな恐ろしいことが。でも確かにアマラークで聞いた話と一致するわ。リズク王の祖先が城を見つけ定住した。少しずつ町は発展し人が増えた。やがてフーラズーラが現れるようになった。今は一人か二人人間を食べると満足して消えるって言ってたよね。けどいつかはアマラークの人たち全員を食べ尽くしてしまうってこと？アマラークはもう随分大きくなった。いつ滅ぼされてもおかしくない。ちょっと待て、なぜお前のような子供がそれを知っている？砕かれた大岩といい、お前は何者なんだ？ラッキー、ラッキーは、もうしつこい！それに今度はたくさん！何体だろうと同じこと。行くぞ隊長。消えた。いけない、きっと今の奴らはアマラークへ向かった。あの国を滅ぼしに。侵攻はいつ起こってもおかしくない状況だったけれど、きっと今の戦いが呼び水になってしまった。お前はここに俺たちを呼び、奴らと戦わせた。全てお前の仕組んだことじゃないのか？お前たちを呼んだのはフーラズーラが出てくるであろうこの場所で奴らとの戦い方を学んでもらうため。知識だけで戦いはできない、実践しないと身につかない、父様が言ってたから。それに関しては同意しよう。でもそれでアマラークを滅ぼしては意味がない。ラキは見てきた、ずっとずっと見てきた。たくさんの国が人が食われるのを。ラキお願い、アマラークを助けて。言いつけでラキは手出しできないけど、お前たちなら。隊長、ジーク、お願いよ、どうか。分かっている。ラキの正体はともかく、アマラークの危機を放ってはおけん。行くぞ隊長。